アドルか。大変なことが起きたんだ。いきなり城の兵どもが襲ってきて、何人か町に入っていった。早く町に。大丈夫よ、お姉ちゃんがついてるからね。せめてこの子だけでも。アドルさん、そこまでだ。ありがとう、アドルさん。でも、どうしてパレスタイン城の兵士たちが。アドルさん、どうしたんですか？何か心配事がありそうな表情をしていますけど。実は、ドギが。そんな。どうして兄さんが、ドギを。二人とも、大丈夫ですか？シスター、それにおじさまと神父様。礼拝堂に、あなたたちの姿がなかったから、慌てて飛んできたのですが、どうやら、大事には至らなかったようですね。はい。アドルさんのおかげで。ごめんなさい、シスター。急いで避難するように言われたのに。まったくもう、仕方のない子ね。まあ、アーニャを救うためだったなら仕方ないだろう。しかし幕が闇、まさか町に直接手を出すとは。長女、それなのですが、襲ってきた兵士たちの様子、どうも妙だったと思いませんか？一言も口を聞かず、まるで操られていたかのような。うん、確かに。とにかく今後の対策も含めて、一度私の家に集まることにしよう。アドル君、よかったら君も来てくれたまえ。まさかチェスターたちの過去にそんなことが。10年近く一緒に暮らしていて気づいてやれなかったとは。私はなんという愚か者だ。長女、ご自分を責めないでください。それよりも今はバレスタイン城の異変について考えなくてはならないでしょう。どうやらチェスター君は彫像に封じられた魔の力を持って復讐を行うつもりという話。もしや先ほどの兵士の様子も何か関係があるのではありませんか？このような時に城におられるニコラス司教と連絡が取れればいいのだが。失礼します。
シスター、そんなに慌ててどうしたんですか？まさか、また城の兵士かね？いえ、先ほどからエレナの姿が見当たらないので、子供たちに聞いてみたのですが、どうやら一人で街道に出てしまったらしいのです。何？まさか、チェスター君のことを聞いてバレスタイン城に。あ、それしかあるまい。なんという無茶なことを。そんな、あのアドルさん、どうかエレナのことを連れ戻してやってくれませんか。このままではあの子が。僕に任せてください。あ、ありがとうございます。すまない、アドル君。本当に君には迷惑をかけっぱなしだな。アドルさんに聖国の加護を。どうかくれぐれも気をつけて行ってきてください。アドル兄ちゃんがアイニャたちを助けたんだろ。兄ちゃんのかっこいいところを俺も見てみたかったな。ところでアドル兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。実は最近ピッカードがみんな元気なくて、調べたらどうやら病気にかかってるみたいなんだ。どうして？俺ちゃんと世話してきたよ。今まで一度だって病気にさせたことなんかなかったんだ。弱ってるみたいで、あいつらこのままじゃ。山に病気が治せるバームの葉っていうのが生えてるらしいけど、外は魔物だらけだし、俺なんかじゃとても。畜生、どうしたらいいんだよ。アドル兄ちゃん、それってもしかしてバームの葉なんじゃ。ねえ、お願いだからその葉を俺にくれない？それがあればピッカードたちが助かるんだ。本当に？やった、ありがとうアドル兄ちゃん。うん、これだけあれば十分だ。そうだ、これ俺の宝物、アドル兄ちゃんにあげるよ。ありがとう兄ちゃんのおかげで、あいつらきっと助かるよ。